改札口ホーム、湯島駅は、東京都文京区湯島3丁目にある、東京地下鉄千代田線の駅である。駅番号は、C13、文京区西東端の駅、島式ホーム1面2線を有する地下駅。エスカレーターは、ホームと根津寄り改札口、新お茶の水より改札口を連絡するものが、設置されているほか、根津寄り階段の一番線側には、 エレベーターも設置されている。また、3番出入り口はエレベーターを併設し、5番出入り口は、駅上の東京家具会館ビルと直結している。根津より改札口の自動改札機は、中央の通路を IC カード専用としている。2018年10月27日から、スイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は一番線が、ココ二番線が、緑のスキップである。 2020年度の1日平均乗降人員は26,757人であり、東京メトロ全130駅中102位。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り。駅前春ス通りを、湯島天神方面を見る、駅付近千代田線計画時に、将来建設予定の都市高速鉄道12号線との連絡を考慮して設置された駅であるが、 大江戸線は東側に上野岡地町駅が設置され、一切連絡運輸を実施していない。将来的に乗り換え駅とするか検討されていたものの、後に見送られている。最寄りバス停留所は、忍ばず通りにある文京区、コミュニティバス、B イーグルの湯島駅と春日通りにある湯島3丁目である。都営バスにより運行される以下の路線バスが発着する。ありがとうございます。